車が苦手なあなたでもきっと好きになる。好きになりますよ。東海ラジオ版大口博士歯科クリニック放送局です、はい、今日はですね、はい、前回先生に歯を失うとお口の中がどうなってしまうかというお話をお伺いしました。はい、はい、で質問の内容にもありましたけども、うんまあ、腰が痛くなったり、うん、肩が凝ったり、ね、全身的な影響というのが出てくるということもちょっとお伺いしました。今日はですねより詳しく、はい、医学的な面で全身への現象についてお伺いしたいと思います、はいはい、今日もお話ししていただきますのは骨をドリルで削り取らない痩せた骨でも対応できる大口式インプラントの考案者岐阜駅前の大口博士歯科クリニック理事長の大口博士先生です、はい、先生今日もお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。まずですね腰が痛くなる肩が凝る お口の中が原因でそう、はい、この前ねデータ調べたらね、はい、なんと、はい、あのマッサージとか、はいね、あんまとかハリキューとかね、あ視圧とか、はいはいはい、日本ってすごくたくさんの人が働いてるんだってね。あ、働いてるんだ。逆に言うと、はい、そういう働いてる人が多いことは、うん、もう世界一、うん、そうなる人たち、いわゆる患者さんだな、はいはいはい、多いということなんだよ。そういうことですよね。人に名誉な不名誉な話だよね。ね、腰を痛くされてる方が多いとね、そういうことで、ね。で、まあ大きく考えて。はい考えられるのは、うん、まず歯並びが悪いと。歯並び、ああ、はい、お口がね。で日本人は特にね、はい歯並び悪い人多いよね。そうですね。なんでなかなか治らんのかね。なんでですかね。やっぱお金かかるからじゃない？まあそれはね大きいと思いますよ。でもねこの前フィリピン人と話してたらね、はい、フィリピン人ってみんな、ね、そんなにお金持ちじゃないんだけど、うん、日本円にすると、うん、だいたい強制で200万ずつかけてるんだよね。ああ、なるほど。まあ、綺麗な方多いですもんね。それで、それだけじゃなくて、うん、ホワイトニングって歯を白くするね。はいはいはい。ああいうこともやってるんだね。あ、だからやっぱりちょっとね、うん、日本人もちょっとお金惜しまずにね、そうね、歯並びね、きちんと直した方がいいよね。だって、あんまり針灸や針灸やいろんなものにかかってるとね、うんうん、それだけのコストでも大変じゃない？時間的なコストとか。そうですよね。結構ね、頻繁に通わなきゃいけないですからね。頻繁ですもん。で、しかもね、あれ習慣性なんですよ。はあはあ、かかると、はい、またすぐにそこがね、うん、おかしくなるので、あ、頻繁に行かなきゃいけないんだよね。頻度が増えるんだよね。やはり慣れってやつだよね。なってくるので、なるべく、はい、私なんかね、自慢じゃないけどね、うん、肩変わらないの。ああ、先生噛み合わせね。痛くないもん、あんまり。あ、本当ですか、うん、マッサージ。なぜか言うと、うん、歯並びなんですよ。そうですね、いいですもんね。歯並びと、うん、それからしっかり噛むことね。ああ、なるほどね。大体、60回。60回。一口60回。はい、まあ30回って言うけどね、はい。60回噛んでもなかなかね、柔らかくならないんだな、うん、食べ物ってね。うん、特にあのね、ニラなんか食べてるとね、いや、はい、もうどんだけ噛んだって、100回噛んだって、200回噛んだって、ダメだよね。しぶといですか。しぶといです。すごいそれぐらいしぶといから、やっぱ噛むって大事なのよ。うん、で、うんうん、それと、はい全身の影響の話なんで ね、はい。で、まあ、歯がなくなったり、うんまあ、歯並びが悪いとかね、はいはい、全身にどんな影響を与えるか。はい、つまり、筋肉のアンバランスが生じるよね。そうですね。前回お話しいただきましたね。で、そこでね、はい左が虫歯、はい、あるいは歯周病で、うん噛めない人ね。噛めない。右でしか噛めないでしょ。そうですね。痛いですから。やってみてね、皆さんね。はい、右で噛んでることは、はい、下顎が右にずれるとね。はい。右にずれると、どうなるかいうと、うん、左へ首かしげてください、うん。簡単ですよね。簡単です。じゃあ、右かしげてください。うん、かなり。ちょっと張りますね。あ、もう無理だね、うん。これ以上先生いかないね。うん、左側からでもいくけどね、うん。ということはね。ということは、逆に言うと、はい、右でしか噛めない人は、はい首が自然と左傾いてるんだよ。ああ、なるほど、そういうことですね。逆ですからね。だから大体ね、うん、そういうこと分かってるので、はい、こっち虫歯の人で、ね、噛めない人ね、はい、右で噛んでる人ね、はい、見ると、はい、あなたね、左肩噛んで凝るでしょって。あ、右で噛んでるから左肩凝るでしょって言うとね、何でするの分かるんですか。先生、目いいですねってよーく言われたよ。すごいね、確かにね。十中八九当たるんだよ、うんうん、だから結局それでもう歪んどるわけね、体がこう。ああ、もう自然にね、自然ね。と左へ沈、こう首が曲がってると、うん、それを今度バランス取るために、はい、腰を今度こう右こう S 型にしなきゃいけない。ああ、なるほどね。そこでバランスを取ろうとする。あ、腰が痛くない。ああ、ここから始まって腰でこう調整をね。でいつもこう左に曲がってると、うん、この第二頸椎ってね、はい、首のこの骨があるんだよ、はいはい、
この首を支える骨の2番目の頚椎が特にずれる、はいはい、でこの第二頚椎というのは体中のバランスを保っている。だからね、あんまとかね、はい、ああいうあの専門の人たちはね、うん、頚椎います頚椎を、はい、頚椎ずれてますねって言って、あ、うん、言われますね、背骨を触ってね、でそれをこうクッとかでね押して元に戻すのね。で元に戻しても、はい、ここがダメだと、はい、またすぐこうもずれるんだよね。そういうことですね。ここいくら直したとしても、うん、そうそう、始まりが直ってないと、いたちごっこになっちゃうまたこうずれてる。そうだから、そうならないように、はい、まずしっかり両方で噛むこと。 そのためには、うん、そういう、歯がないところをきちっとインプラントを入れてね、はい、しっかりと自分の歯のように噛めるようにすること、うん、で、はい、ガイドができるようにすることね。ね、あの前回話したように、はい、それと、しっかり物を噛むことと、はい、それから歯並びをきれいに直す、はい、正しい歯並びにすること、はい、ね、前ねこうでやったんだよ、はい、お肉、はい、歯のすごく歯並びの悪い人に30回噛んでもらったんだよ、肉を、お肉を、うん、はい、言うと汚い話だけど、うんうん、ペット吐いてもらったんだよ、はい、ほとんど原型なんだわ。あ、噛めてない、噛めてないんだよ30回噛んでもで、歯並びの綺麗な人で30回噛むと、はい、ようやくちょっとね、はい、噛んだなっていう感じなんだよ、肉って。ああ、なるほど。それくらい、うん、で、面白い話なんだけど、はい、先生、肉って柔らかいですよって言って、ある会社に言われて、はい、え、だって肉って硬いんじゃないって言ったら、先生は安い肉しか食べてないんでしょって言われて、じゃあそうじゃなくて、そう、安い高いの話じゃなくてね、やっぱり、噛む効率が悪いことになるんだよ。そうですね。そうそう。そっちの方持つのダメな話だな、ね。質の問題ではないですからね。そうそうそう。まあ貧乏なのでね、だって言われちゃうんだろうと思うんだけどね。まあそんなわけで、はい、全身の影響がすごく大きいので、はい、歯並びをきれいにすること、それから歯周病を治すこと、はい、から虫歯を治すこと、はい、で歯のないところには、はい、まあできるだけ入れ歯ではなくて、はい、インプラント。ね、大口式インプラントあるじゃないですか。そうですね、先生。ね、リスクの少ない、はい、ね、皆さんなかなかね、インプラントで言うとうっとこう腰が引けちゃうんだけど ね、それこそだけど本当に安心して安全なインプラント手術ができますの で、はい、で林もちゃんと私のアシストやってますから、はい、もうずっと見てますから、見てます、ね、最近ちょっとね尊敬してますでしょ。そうですね、私は自分で言わないと尊敬してって言ってるんだけど、本当に先生の手術も本当に安心して、ねね、安全でっていうのね、私もね、先生手術以外こう実際見たことはないんですけど、でもね、やっぱこうね、いろんなメディアで見るとへっってなりますから ね、ビデオ見たり、はい、YouTube で流してるよ ね、見るとね、ああいうの見てると、うん、差が分かるよね、はい、もう全然、ぜひ皆さんね、安心して来ていただけたらいいかなと思います。そうです林を待ってますので、はい、笑顔で、はい、なわけで、はい、あなた豊かな人生のためにまずは私の健康からですね。骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですねの大口博歯科クリニック。